こんにちは、あらわらの奥村ひろみです。さあ、今日はですね、妊娠中に起こりやすい、低血圧のことについてお話ししていきたいと思います。私もですね、ずっと低血圧で、特にですね、今回の、妊娠ではその低血圧の、不調がたくさん出てるので、ちょっとね、いろいろ調べて、見ました。今日はですね、低血圧の時に出る症状とかですね、あと原因とか、あと改善方法、予防方法なんかをね、お話ししていきたいと思います。さあ、まずね、低血圧なんですけれども、世界保健機関、WHO ですね、が定めている低血圧っていうのが、最高血圧が 100mHg 以下で、最低血圧が 60mHg 以下っていうことになってます。私もずっと60より低い値をキープしてることが多いので、55とか低い時は45ですよね、かなり低血圧持ちです。これもずっとなんですよね、若い時からずっとなんです。で、低血圧、妊婦さん以外の方が発症する低血圧4種類あります。プラス妊婦さんもう1種類あるので、そのことについてお話ししていきますね。まず1つ目、本体性低血圧といって、原因となる病気が全くないないけどずっと低血圧の人、私これに該当するんですけれども、何も病気ないけどずっと低血圧っていう方が1つ目で、2つ目ですね、二次性、低血圧ですね。これは、心疾患とかね、神経疾患を持っている、明らかな原因がある人っていうのが低血圧2つ目ですね。3つ目、起立性低血圧ですね。これもよく聞きますけれども、急に立ち上がったりとか、長時間ね、立っててフラーっとなる人、これが起立性低血圧で、4つ目ですね、食事性低血圧、これは、胃腸に血流が集中してね、体全体の血液量が変化してしまうので、フラーっとする人ですね。この4種類あります。プラス妊婦さんには行外低血圧症候群っていうのがあって、特に、妊娠のね、中期から後期に起こりやすいんですけども、仰向けで寝ますよね。で、仰向けに寝るとですね、下腹部にある下大静脈っていう静脈があるんですけれども、それが子宮大きくなって子宮に圧迫されるので、血流がね、悪化しちゃって起こる、低血圧になります。で、これが起こったら治す方法がありまして、左側を下にして横向きに寝ると、この低血圧すぐに収まります、楽になります。だけども、この行外低血圧症候群、もちろんね、お母さんにも不調が起こるんですけれども、お腹の赤ちゃん、胎児ですよね、胎児にの心拍数が下がったりとかですね、低酸素状態に、なったりするので、気をつけないといけない低血圧の症候群になります。この、4つプラス妊婦さん1つで5種類の、ね、低血圧があります。で、この低血圧の改善法と予防方法なんですけども、5種類あります。1つ目、まずはリラックスすることですね。妊娠するとやっぱりね、神経とかも過敏になるので、ストレスをね、感じることが多々あるかと思いますので、ストレスをしっかり解消してリラックスできる状態をしっかり作ることが1つ。2つ目、水分をね、しっかりとること。これ、前回までお伝えしたむくみとも重なってくるんですけれども、水分をしっかりととって代謝を上げてあげるっていうことがとっても大事ですので、私も1日2リットルですね、目標に飲めるように頑張ってます。で、3つ目ですね、睡眠時間をしっかり確保するっていうことで、できるだけ早寝早起きをね、しっかりしていくこと。私もね、夜更かしするとやっぱり次の日、低血圧しんどいなって思うことが多々ありますので、早寝早起きを心がけることですね。で、4つ目、生活リズムを整える。特に食生活ですね、栄養バランスのある食事をとったりとかして、もちろん早寝早起きも含まれてきますよね、運動とかも含まれてきますけれども、生活リズムをしっかり整えるということが4つ目で、5つ目ですね、軽い
運動を無理なく行う、筋肉をつける、運動面が5つ目になります。で、これ私がねいつもおすすめしてますマタニティフィットネスとも共通してくるところなんですけれども、妊婦さんだからって言って運動を控えてしまうのは NG で、やっぱり出産とか分娩に備えて妊娠前の体力をね維持する、向上はダメですよ、維持するっていうことは、妊婦さんにとってとても大事なことです。出産分娩をスムーズに行ったりとか、産後の回復に向けて体を整えるためにも、妊娠前の体力をキープするっていうのはとても大事ですので、軽い運動をしたりとかですね、筋肉を落とさないようにキープできるように筋トレをするっていうのはとっても大事なことになってきます。この5つですね、低血圧の方は特に、気をつけて行っていただくといいかなと思います。さあ、それでは低血圧改善予防にもありました、軽い運動をするですね、今日はエアロビクスを3分ほどやっていきたいと思います。もちろんね、3分では物足りないと思うので、リピートして繰り返して動いてもらうと嬉しいなと思います。それでは3分間、エアロビクスでね、全身、腕も足 も, 体全体ですね、動かしていきましょう。それではどうぞ。今日のエアロビクスいかがでしたでしょうか。同じマンボウステップでもですね、前出すだけじゃなくて横に後ろに出したり、手をつけてし、
手をつけてみることでですね、いろんなバリエーションが味わえるかなと思います。またね、体も動かしながら脳もね、活性化できるので、とっても楽しめながら、軽い運動が行えるいいプログラムかなと思ってます。物足りない方ね、他にもエアロビクスたくさんあげてますので、ぜひね、セットで、やっていただけると嬉しいなと思います。さあ、マタニティライフですね、できるだけ楽しくですね、充実したものにしていきたいと思っています。同じマタニティの方、一緒に頑張っていきましょう。さあ、今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。